大萩さんは松山市から車で1時間ほど走った山に向かう。坂道も何のその。尺八の材料マダケを掘りに来たのだ。上の部分は切り落として、このナタで根元を傷つけないよう周りから切るように掘っていく。これだと本当に一尺三寸とかそういうサイズになっちゃうかもしれないですね、うん、柄はすごいありますけどね。尺八を作ることのできるマダケは貴重だ。節の間隔、長さ、太さ、曲がり具合などを見極めると一日に何本も見つけることは困難だという。しかし最低2年以上は乾燥させないと尺八の材料にならない。少し大掛かりな道具を並べた大萩さん。竹の節を遠火で温め繊維を柔らかくする。頃合いを見極め、上下に当て木をかませている。これは竹の節の曲がりをよりまっすぐに矯正するため直しという工程。見た目のためだけではない、音に影響を与える重要な仕事。一節ずつそのすべての節をため直す。グラインダーで根元を大まかに処理した後、二つに切る。ここが中継ぎになる。根の部分は節が混み合っているので、ドリルで一気に穴を開ける。これで節抜いていきます。剣というこののみは回転させて使う。これで下巻の穴の形が決まるんで結構慎重です。中継ぎの構造はこのように補助巻を設ける。補助巻を入れる補助穴を加工していく。毛引きで内側に溝を引き、この2種類の月の実で掘っていく。中継ぎすることにより音にとって重要な内径の調整を高い精度で行うことができる。精度を欠くと尺八から息が漏れて鳴らない。また中継ぎ部分は補助管の出し入れで力がかかるため、補助受けがある部分の外側に溝を作り、糸を強く巻いて竹の割れ止めを行う。作業が始まった。竹の個性に合った中心線を決める。正確な指穴位置を寸法取りする。指穴はドリルで開ける。位置が少しでもずれると音程に影響する。尺八作りの続きを始めた。歌口を切り出す準備。カットする線を決めるため
指穴部分の水平線と折り合いをつける。中間地点ぐらいに。すると今度は三日月型に削り出した。これは歌口の黒いエッジが入る穴。アクリル板を穴の形ぴったりに成形していく。先端が綺麗な三日月になっているのがわかるだろうか。金の板をリボン状にしたものを三日月型の先端に巻きつけ、一緒に差し込んだ。カットして粗削りすると、金縁の歌口エッジが現れた。いよいよ尺八の命ともいえる音色に関わる重要な作業が始まる。まずは竹の中にある節の出っ張りや筋などを月の実で落とす。このガリ棒というヤスリで削って丸くならしていく。節の部分がまだ確認できる。きれいに削ったようでも、このままでは正確な調律は行えない。工房ではいよいよ尺八の命ともいえる音色に関わる重要な工程が始まる。さあ、で、これから内径部分に地といわれるパテ状のものを塗って、それを削ることで精巧に仕上げていく。地はトノコ、石膏などと漆、水を加えてよく混ぜて作る。台形全体に均一に伸ばして塗りつけていく。地は水と漆を使っているので、すぐに表面が固まってしまう。時間との勝負だ。これはリーマーといって、余分な地を溝に絡めて削ぎ落としつつ、台形を理想に近いサイズにならす道具。とはいえ、表面がザラザラの状態だ。このまま1週間ほど乾かすことになる。その間に取り出したのは銀の線と真鍮のリボン。それぞれに銀炉をつけて、バーナーで熱してリング状に炉付けする。形を整え、今度はそれらをシルクハット状に炉付けする。このシルクハット状のリングは中継ぎの接合部になる。
自然の竹ゆえ一つ一つ形が違う。乾いた地を削る。ゲージを使い内径の広さを確認しながら少しずつ。これ内径測るゲージです。銀あたりまでは削りたいんですね。灰色まで削りたいぐらいですね。ゲージに番号があるが、これは尺八の内径の位置と対応している。こっちが管の上の方の直径で、こっちが管の下の方の直径になります。まあ上の方と下の方でだいぶ違いがあるのが見たら分かりますね。地を削った時に剥がれて穴が開いてしまった箇所を漆埋めの地を用意して埋める。乾いたら今度は紙やすりで表面がツルツルになるように削る。音程調整に入る。この穴とこの穴ですね、うん、が低いんで削っていきますね。指穴の上側の奥を広げることで音程を上げることができるという。今度は中塗り仕上げと漆を塗り重ねながら音色の調整を行っていく。濡らした紙を内径のポイントに貼り付けて拭く。いい変化のある場所にはまた漆を塗り削る。何度も何度もいい音に妥協はない。周りをきれいに磨き上げて